すいませんでした。油断しとったせいで振動でカメラが落ちそう。今ボーンって後ろだけ切っとこう編集で後ろだけ切っとかなかった。あの、あ、なんか変なやつが降りてきた時ところも切っとこうかな変なやつが来てきたところもね、まあええけど別に。これね、まあまあスピード出してくれてんねん、前の2台。これまあまあ出してくれとったら、あの別にこっちから仕掛けへんねんな。結構出してくれてんねん。多分前の2台にしたらね、あの頑張って出してくれてる方やと思うで、あのスピードは、これな、今やったら、オートバイ多いな。熱くないんかな、この火傷するやろ、こんな熱かってオートバイ乗ってたら。おそらく意識朦朧とするのがまずや、一番近くに学校があるぞ。士官学校時代思い出すな。意識が朦朧とするのと、あの熱くてよ、あの素肌が出てるところで火傷みたいになるもんな、真っ赤っかになって。何年これ、この時期は。僕もな、オートバイ屋さん今休みやろな、多分お盆やから。オートバイ屋さん行って、あれやな、あの新しいオートバイ1台買うから、1台買うからオートバイ1台買うから、それだけでもメンテナンスして言うてちょっとしまう場所が困るよな。倉庫言うてもな、 GB 入ってるからな、倉庫 GB が入ってるから。で店はあの雨が入っていた時から店開けてないのよ、何回も。あの大雨の時も入って開けられへんかって、雨がすごくって。で結果もその開けへんままやん。もうだから猫って言っても、あのノラちゃんやな、野良猫のノラちゃんが、野良猫のノラちゃんがあの店のとこ貸し切りやん。プラモデルも落ちてんねんけどやで、あの最近ね、入り口から順番に何個かずつ抜いてんねんけど、あの水で濡れたプラモデルをやっぱ作っていかなあかんやろ思ってんねんな。あの捨てんのもったいないからな捨てんのもったいないから、説明書なんとかしてどれぐらいまでがね水没してんのかが分かれへんねん。何百って置いてあるからな、店のとこも。何百って置いてるからな。で、あと、出来上がったやつで、水没するやつもあるはずやね。箱にしまってるから、下に置いてたとしたら、その、出来上がったやつも水没する可能性があって。で、あの、大阪に行ったらあんねんけど、高圧洗浄機、あかんやん。高圧洗浄機はね、あの水の力が強すぎてプラモデル壊れるから、あの蒸気、スチームクリーナーいうやつやな、蒸気であの汚れとる、あのスチームクリーナーはね、あの大阪にあるね。今日もしかしたらスチームクリーナー乗るんやったらちょっと持って帰りたいかなっていうのはあんねんけど、実はねトランクにねちょっと変わったもん積んでんねやんか今オーリスは。スターウォーズの本が10万ぐらいするね、10キロぐらいあるね、10万ぐらいする本が、10万、6万ぐらいやったかな、積んであんねん。シリアル番号入ったやつがあって、で、重たすぎて、オーリスのトランクに積んでんねん。このオーリスは基本的にね、プラモデルほとんど乗ってないんや。言いながら乗ってんねんけどな、一個でかいのでかいの乗ってんねん、珍しくてでかいやつ、これはっていうようなやつが一個ね乗ってんねん。今日もね出かける時にあの洗濯、
コインランドリー行こうかなと思ったけど今日出かけるから洗濯してもらおうと思って洗濯をね後ろに積んでんねんけど、その時に1個だけプラモデルを下ろしてん、でかいので、珍しいやつは実はね今積んだままやねん、積んだままやねん。なあ、そろそろやな、一回下ろして、動画撮ってで完全にトランクルームかどっかに島の中のやつがあるね。珍しいね、めっちゃめちゃ珍しい。兵庫に入った、引き続き操縦を頼む。めちゃめちゃ珍しいもんがね、でかいねんけどあんねん。多分ね見たことないっていう人もほとんどやね。オーリスで出かけた時にね見せてあげたことがある。大阪に入った流行る気持ちを抑えるね。オーリスで出かけた時に一緒に乗った人に見せてあげてんねんけど、みんなねこれは見たことないって言って、兵庫に入った、引き続き操縦を頼む。これは珍しいっていうやつがあんねん。まあ経年劣化してんねんけど、経年劣化でもちゃんと全部揃ってんねん。全部揃ってて、ギミックも確認してるはずやねん。ギミックがあんねん。動くっていうかね、ギミックがあるから余計に動作確認だけして、で動画撮って、ね、しまうか、それかね 3D プリンターで3D プリンターでね一回ちょっと縮小して小さくして、小さくしたら価値がなくなんねんけどな。3D プリンターやったら一つのユニットやな、一つのユニットでね、3D プリンターがいっぱいいっぱいなんで、容量が。それぐらい大きいね。そうしたいなと思ってんねんけどな。3D プリンターも買ってんけど、全然使ってないもんな。買ったらもっとなんかパソコンで読み込んで、で、打ち出せるかなと思ってんけど、意外とないのな、ないね。ないのよ。わかんな、俺。もう10時やで。しない
トンネルくぐったぐらいから2車線になるからな。だから起点利かせて行けんかった。超知事だ。近くに学校があるぞ。士官学校時代を思い出すな。あと1時間ぐらいで着きたいな。まだ一倉ダムまで行ってないもんな、これ。ケースで凍ってんねんな、俺。いつからかコーヒーブラックやもんな、ずっと。ホンダのあの、この、モビリオかなんかの、モビリオのスパイクってスポーツ仕様なんよな。モビリオのスパイクはだいぶ前ちゃうのかな、10年以上前の車ちゃうのな、モビリオって言ったらなあ。ホンダ、ホンダもなあ、スポーツ志向じゃなくなったもんなあ、ホンダって。あ、話変わるけど、バンダイの株価が下がってるよな、ずっとこの前見てるけど、バンダイの株価が下がってるよな。あれね、僕ね、積み立てニーサとかしないんやんか。どうせ儲からへんから、株みたいなもんね、株みたいなもんやっても、誰かが負けへんかったら誰か勝てへんわけやん、株はな。誰かが負けることでしか、語れへんもんやねんけど、ホンダの株、あ、ホンダちゃうわ。バンダイナムコのね、株価はね、日経平均やな。日経平均のうちのね、一つに入ってんねん、あれ。平均の中に。バンダイの株価。んで、ちょっと。近くに学校があるぞ。士官学校時代を思い出すな。バンダイの株はね、今2600円ぐらいやねん。2600円。もうね、もっとあんのかなと思ってんけどな、バンダイの株価って。言うたら独占企業やからな、独占企業がもっとある思ってんけど、一回ちょっとね、あれ、バンダイの株ねバンダイの株ね、買ってみようかなと思ってんねやんか。100株やったかな、100株単位で買えるらしいねんけど、バンダイの株買って、んで、一回ちょっと株主総会で文句言うたろうかな、みたいなな。株主総会で文句言うためにね、100株買うねん。2600円ぐらいから。100株やったらなんぼ？26,000円の26万ぐらいやろ。100株。僕ね、もしかしたらと思うのは、バンダイっていう会社、バンダイナムコはね、もしかしたらやけどね、上場廃止するんちゃうんかなってずっと思ってたんよな。バンダイナムコは。なんでって言ったら、経営陣がしっかりしてないねやんか。バンダイナムコホールディングスは。なんでって言ったら、バンダイの創業者家族っていないのよな。バンダイの創業者家族ってね、いないね。いないね、いないね。うん、いないね。創業者家族って、追い出してるから、追い出していないねやんか。んで、なぁと思うねんけど。
業者家族は追い出していないねんか、うん、なんかね、あの財団かなんかがあんねん、バンダイは子供向けのね、なんか財団かなんかがあんねんけど、その創業者家族を財団かなんかに追い出して、で経営をね、全く関係ないやつらが牛耳ってんねんか。だからやけどな、おかしいねん会社が。で、この前もちょっと見てたんやんか、日経平均でね、株が暴落した時に主要銘柄見たら、その時にバンダイの株価もガガーン落ちてんねやんか。外国の投資家が売ったからやろうと思うねんけどな。今やったら日本人よりか外国の人の方がお金持ちやからな。外国人の方がお金持ってんねやんか、実は。世界的に見たらやで。日本人で投資してる人とか比べたら、外国人の方が株持ってな、お金持ってる人多いね、比率が。日本の、例えば日本の車とか、みんな日本人が買っていってんねんな。いや、日本人じゃなくて外国人が買っていってんねん。で、結果、日本が空洞化してんねんな。ええもんがないねんなって。もうみんな買っていってるから、外国人が。リサイクル行っても、そんなこと言うてるもんな。リサイクルでも、日本橋とか行ったら、もう、インバウンドで来てる、外国人の人がクレジットでみんな買っていってるもんな。珍しいもん。なんか複雑やなとかって言ってんねんけど、お店もな、もう外国人の人が買っていったやつはね、外国人が買っていったやつはもう日本に帰ってけえへんねんか。だからなとか言いながら、自分たちで空洞化してんねんて。リサイクルショップなんかが吐き出すから、外国人に珍しいもん吐き出すからや。よくないで。車とかでもそうやもんな。バブルの頃なんかの、バブルの頃に人気あった車って、みんな外国人が買って帰って、外国でレストアして、外国で乗ってんねん。確か25年ルールやったかな。25年、車はね、25年経ったら、外国に輸出できんねん。限られた車だけはね、25年、確かそうやね、25年過ぎたら、出せるから、今だから、スカイラインなんかが、GT-R みたいな、ああいう車が、外国に出ていって、もうあれへんねん、日本国内。なあ、そのうち多分このオーリスもあるんちゃうん、売ってんねんけどな。このオーリスも、外国人が喜んで買っていくっていうの。何回か問い合わせあったんやで、このオーリスは。僕んとこでね、問い合わせがあったんが、BMW やな。BMW、あと、イプシロン。イプシロンや。BMW に、あと、イプシロン。で、あと、ぐらいかな。アルファロメオはまあまあな、洋道好きな人じゃなかったらアルファロメオ乗れへんはずやねんけどな。この前やったか、遊びに来た人があのあれしとったな、アルファロメオちょっと見せてもらっていいですかとかって言ってた人一人がおったな。ドゥカッティコルセって言われるやつやから。遅くになってから急にやで、なんか犬がワン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 なんか鳴くからやで、ワン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 言うてるが何やんって出て行って、であれや袋ももん
ンガやな。袋もウンガとちょっと遊んでもうたわ。久しぶりやけど。可愛いやつらやで。袋もウンガってね、可愛いねん、結構。人間にはなつけへんけどな。ペットショップで言うベタ慣れとか言ってるけど、ベタ慣れじゃないね。匂いを知ってるかどうかだけやないやねな。袋もウンガ、匂い。その人の匂いが、するかしないかだけで、その匂いを覚えた人にはね、攻撃衝動がないねん。小さいから、噛んだりとかね、シャーってやったりすんねんけど、匂いのある人には攻撃衝動がないねんか。攻撃衝動がないからやねんけど、昨日久しぶりやけどさ、って思ったの。なあ、モボンガも、代替わりが、そろそろ、もう10年近くなるからな。代替わりしてんねん、今な、おそらく。軍団でおんねんけど、でモモンが軍団でおんねんけど、代替わりしてるらしいねん。僕もだから、大阪出た時やな、ご飯やってくれてる人おるから、パクられるから大阪に持って帰ってんねんけど、ほとんど全部ね、ほとんど全部大阪に持って帰ってんよ、袋モンが。猫もだから一部はもう猫も、もう連れて帰ってんやんか。パクられたら困るやつは。パクられたら困る猫はね、連れて帰ってんねん、大阪に。大阪やったら誰かがご飯やってくれるからな。トイレ取って。やねんけど、袋もんがもう代替わりがそろそろあるらしくって。みんな見た目一緒やけどな。袋もんが、基本的にみんな同じ顔やねんけど、ね、やっぱ兄弟とか生まれた時の、年齢でわかんねん。お腹の白いところが、パンダと同じで、歳がいったらね、お腹の白いところがね、ちょっと汚れてくんねん。汚れてくるっていうかね、パンダみたいにちょっと色がついてくんねん、白いところが。あれでね、だいたい年齢がわかんねん。で、チーズとかね、乳製品やったらチーズとか、ミルワームやな。ああいうの食べんねん、食べんねん。あんまりミルワームは好きじゃないねんけど、やったらめっちゃ食うで。あと、ヨーグルトとか、あと、プリンも食べるな。甘いから。ただね、防腐剤に入ってるプリンはね、食べへんわ。安物のプリンなんか特にじゃないけど、安物のプリン食べへん。最近は何やろ、暑いからかな。暑いからかもしれへんけど、食欲はちょっと落ちてるな。あまりに暑いんやろな、多分袋の中開いてて。今日もだから出かける時あるやん。最近ね、ちょっと出かける時でも、もう鍵かけて行ってるもんな。パクられるから、パクられるからや、鍵かけて行って。車もだから、わざとピチピチに止めてんねやんか。ピチピチで人が入られへんぐらいのピチピチにしとけんかったら、また勝手に入ってきよるからな。防犯カメラついてるけど。
大阪に入った流行る気持ちを抑えばっかりやねん。神戸ナンバーやんかな。バックモニターついてんねん。なあ、僕もあんな、何歳からはんねやろ、あれシールな。あのシール、70歳からはんねやろか。あんな、春まで生きてないけどな、もう多分。怒られんねん。大阪行った時にそう話したいって言って怒られんねんけどな。70まで生きてないで、60歳までも生きてないと思うねんけどな、もう。60歳までなんかでも生きてないで。宝塚動物霊園も行きたいな、今日お盆やからな。
な。で、体から抜けへんらしいね。あのね、京都やったらね、この PSF かなんかいうのはね、綾部市でも発見されてんねんな、水から。一回俺聞いたことあんねん、これな。基準値超えの PSF がね、PSF が、大阪府でも、摂津市と、東淀川区、大阪市の摂津市と大阪市の東淀川区でね、血中濃度が高いらしいね、 PSF の値が。笑われへんで、摂津市と大阪府、大阪市の東淀川区で、あと綾部市でも出てんねん、これな。工場かなんかから流してたらしいねんけど、ガンとかなった時責任取ってくれんのとかいう話やねんな。これちょっとあんまり言うとあかん話やねんけど、ガンとかなった時にやで、と責任取ってくれんのみたいなところがあってよ。魚高いね今で、肉やってんねんけど、レギュラーの猫やな。レギュラー猫はね、肉大丈夫やねん。ガー取り合いや、肉取り合いやね。昨日はね、特に昨日おとついはね、トンテキ、豚のステーキやな、トンテキ。昨日はね、なんと、牛肉のステーキをね、牛肉をね、ハサミで切ってやってんねやんか。で、猫パクられたせいで、減ってんねやんか、猫がな。ちょっと減ってんねんけど、パクられたせいで、何回も言うたらいいけど、猫パクられたせいで減ってんねんけど、近くに学校があるぞ。士官学校時代を思い出すな。んで、パクライで減ってんねんけど、肉やってんねやんか。で、ご飯と一緒に、ご飯の時に、牛肉をやってんねやん。んだら、牛肉とかやったら、夜おとなしいねんな。お腹いっぱいになって、さらにもらってるせいもあって。で、ご飯が残るようにはしてんねん。多めにやってね。ご飯が残るようにしてやってんねんけど、おとなしくしてんねんけど、新しい猫やな。新しく来てる猫はね、あれやっぱえぐいよなと思うのが、粒のご飯しか食べへんかったりとかね。猫餌粒のご飯しか食べへんとかで、最近来た猫おるよな、レッドタビーかなんか、アメショーのレッドタビーや。アメショーのレッドタビーは、レッドタビーはね、レトルトのご飯食べへんかって、最初。ペットショップか、ブリーダーのとこ、ブリーダーやねんけどね、あれ。ブリーダーから、ブリーダーから来た時に、
もう安物のカリカリのご飯しかもらってないんやろな。食べへんかってん、全然。んで、レトルトの、やな、パックに入ったレトルトの柔らかいご飯やったら、なんとか食べんねん。んで、肉、魚とかやったら、食べ物やってわかんねんけど、魚はいけんねんけどね、肉が噛み切られへんねん。肉が。猫。新しい猫やな。噛み切れへんねん、ご飯が。肉が硬いっていうか、結構しっかりしてるせいで、噛み切られへんねん。んで、後ろの歯やな。後ろの歯で、ああやって一生懸命噛み切ってて、この前も映しててんけど、噛み切ってんのを見てたら、あれって人間罪深いなと思うねやんか。人間って罪深いなとか思いながらも、レッドタビーやな、アメショのレッドタビーの子は、最近なんとかっていうのかな。ちょっと僕もお昼とか最近ね、キャンピングカー飽きてんけど、キャンピングカーちょっと飽き気味で、で暑いせいもあんねん、車やから、あれ、キャンピングカーって車やから、暑さがこもんねやんか。窓あるわけじゃないし、窓が開けへんかったら暑いから、で、お昼はね、建物の中にいてることが多いねん。ほんで、レッドタビーやな、レッドタビーのアメショーが、レッドタビーのアメショーがね、最初ね、どこおるか分からへんねん、夜まで。あれ、猫って夜行性やから、昼間寝てることが多いんか。で、建物が大きいせいでね、どこにいてるか分からへんねんけど、最近やな、ここ3日ぐらい前からかな。僕が見てる範囲内のどっかにおんねん。だから人間の近くにおるっていうの。んで、夜になったら、夜でもね、夕方の6時ぐらいかな。特に朝、夕方の6時ぐらいになったら、ご飯食べ出すねん、なんか。いつもだから、あるようにはしてんねんけどやで。夜の6時。で、朝がだいたい9時半から10時ぐらいかな。9時半から10時ぐらいになったら、ご飯食べに行くねん、あれ。あれってかわいそうやで、あぶらく。何しとんのかな、こんなやっちゃな、うん。こんなもんが近いみたいな感じだな。朝のね、10時ぐらいか、夜の6時ぐらいになったらご飯食べたすねやんか。んで、最近、やっとかな、もう10日、2週間ぐらい過ぎて、まだ1ヶ月は経ってないと思うんやけどな、やっと、ご飯やでって言ったら、おデブちゃんやな、ミケネコのスコティッシュやん。ミケネコスコティッシュのおデブちゃんが、ご飯やでって言ったら、にゃーん言うて出てくんやんか。珍しいね、スコティッシュで泣くのって。にゃーん言うて、スコティッシュの、おデブちゃんが来て、んで、おデブちゃんご飯食べ出すね。んで、レッドタビーのアメショーやな、まだ名前決まってない。名前まだ決まってないねんけど、レッドタビーのアメショーの子がね、おーい、ご飯食べやーとかって言って、ご飯食べやーとかって言うねんけど、ずーっとね、出てけえへんかってん、朝。んで、10時ぐらいになったら、ペットショップがそうやったんやろな。ルーティーンが。ペットショップのルーティーンがそうなんやろけどな。10時ぐらいやったらご飯食べに行くとか、最近ちょっと理解したのか、ご飯やでーとか言うて読んだら、どっからか出てくんねん。んで、僕もだから、なるべくならおるんや。レッドタビーと、見て、おデブちゃんやな。近くに学校があるぞ。士官学校時代を思い出すな。おデブちゃん言うてんねんけど、実はね、実は最近見てんけど、太ってないねんな。三毛猫スコティッシュって。ね、毛が長いだけやってん、実は。悪いことしたなーとか思いながらね、三毛猫スコティッシュはね、毛が長毛やねんな。毛が長いねんけど、毛が長いだけで、
太ってないっていうことが最近分かって、うん、最近ちょっと大きくはなってんけど、三毛猫スコティッシュはね、実は、太ってない。太ってない。んで、レッドタビーやな、アメショーのレッドタビーの方はね、まだやっぱりね、指が、腕が太いね。腕が。2ヶ月、5ヶ月ぐらいになったのかな。生まれてから5ヶ月ぐらいやねんけど、レッドタビーのね、アメショーは、まだ腕が太いね。ということは、まだ大きくなんねん。まだ、大きくなんねん。うん。出なかったらね、不自然やねんな、腕が太すぎんのが。んで、今やな、レッドタビーのアメショーの子はね、名前を考えてんねん。名前で呼ばなあかんから。名前で呼ばなあかんねんけど、名前がね、なかなか、ペットの名前ってなかなかね、たくさんおったらね、なかなかペットの名前決められへんで、うん、うちだから今、こっちやな、いてるやつで、パクられた猫以外で、パクられた猫以外で、名前がついてる猫がおったらとしたらね、悪いやつ、悪いことするやつやな。悪いことするやつがおんねん。スコティッシュやねんけど、顔がね、アメショーのそれやねんけど、悪いことするやつ。で、あと、クロちゃん。やな、クロちゃん。で、あと、悪いことするやつ、クロちゃん。んで、真っ黒い子やん。アメショーのマークついてねんけど、ちょっと色が黒いねん。すごく。色が、白い色が薄いっていうのかな。ちょっと黒い子。名前がすごいよな。ちょっと黒い子。で、あと、逆に白い子もいてんねん。アルビノなんかなってね、変色体異常かなんかで、毛が白いんかもしれんけど、色が薄い子。で、あと、ストーブ。大阪でね、おった時に、朝来たらね、ストーブで、ストーブが倒れてて、ストーブの下敷きになった子がおんねん。ストーブの下敷きになった子がおってね。ほんで、朝やん、一生懸命マッサージして、なんとか今に至ってんねんけど、ストーブ。ストーブっていう名前にしたいんやから、ストーブに引く。うん、下敷きになってたから、ストーブ。で、あと、もう一匹がね、シュッとしてる子がおんねん。大阪しか分かれへんネタやけど、座った感じが、座った時のね、毛並みが、座った時の毛並みがね、スコティッシュやねんけど、シュッとしてんねん。シュッとしてんねんか。んで、シュッとしてる子。シュッとしてる子って言ってんねんな。で、それぐらいしかおれへんねん、今もう。で、お父ちゃんやな。で、アメちゃん。で、スコティッシュのお母ちゃんのスコちゃんね、もう、出産させられへんから、もう大阪におんねんけど。で、あと、あれ、名前出てけへん。アルビノのアメシをね、もらって、もらったっていうよりは、もらったっていうよりか、スコティッシュ5匹と交換してんやん。スコティッシュの赤ちゃん5匹と交換して。さ、名前言うとあかんねん。そうです。ごめんごめん。名前言うとあかんがって言う。勝手に、スコティッシュ5匹と交換したからやんけど。で、あと、おんのが、店んとこにおんのが、ノラちゃんね。めっちゃでかいねん、ノラちゃん、今。めっちゃでかくて、4キロないしは5キロぐらいあるんちゃう、ノラちゃん。で、ノラちゃんはね、でかいのと、パッと見た感じがね、シャム猫っぽいっていうの、シャム猫ね。ちょっとシャム猫っぽいねんけど、尻尾が曲がってんねん。ガンバの冒険かよっていうぐらい、尻尾が曲がってんねんな。
ノラちゃんがおってで帰られへん理由っていうのがあってな、大阪にも帰ってもええねんけど大阪に帰られへん理由っていうのが結局ノラちゃんやねんな。まずノラ猫のあのうちでは唯一のノラ猫、唯一のノラ猫のノラちゃんね。まずノラ猫のノラちゃんやろ。であとコテツくんが帰ってけえへんやん。コテツくんがかっぱられて、でコテツくんかっぱられただけじゃなくって3匹ぐらいパクられたんや。猫アメシオとスコティッシュで3匹パクられてるから合計4匹パクられてんねやんか。でそれがね帰ってくる可能性がある限りはやっぱり待っといたらなあかんのよな。僕もはねパクられた原因としてね、近くに学校があるぞ。反対な、士官学校時代を思い出す。大阪大学な。パクられた原因ってパクられた原因があるとしたらね、キャンピングカーを買ったからやね。それはね、パクられた原因の一つはね、キャンピングカー買ったせいもあんねん。実はキャンピングカーをなんでって言ったら、ガラスが割られてんで猫が逃げてんでパクられてんけど、その後塞いだんやんか。ガラスを塞いでんけど、業者が来るまでガラス塞いでんけど、猫がそっから出たがってんな、外に。なんでって言ったら、僕が家におれへんからやねん。田舎の家におれへんで、キャンピングカーが来た頃やから、キャンピングカーで夜を過ごしてたせいで、キャンピングカーにね乗ってきたりとか、キャンピングカーの上に乗ってきたりとか、キャンピングカーの足置きやな、乗るステップのとこにおったりとかしたことがあってんやんか。だから猫がパクられたんはね、僕も悪いとこがあんねん。多分猫がキャンピングカーの中が気になったんやろうな。僕がキャンピングカーの中におるかと多かったから。それはね、実は僕すっごい反省してんねん。キャンピングカー買った上に、キャンピングカー買ったから建物の中におれへんから、ほんでどうしても外に見に行きたいわけやねん。猫って我慢できひん動物やから、ほんで外に出てやん。ほんでパクられたやん。ガラス割ったやつ一番悪いんやで。一番悪いんやけど、僕もね反省しなあかんとこがあるとしたら、キャンピングカー買ったことは、キャンピングカー買ってキャンピングカーの中に猫を乗せなかったことについてはね、僕も悪いと思ってんねん。けどな、猫は返してほしいねやんか。猫悪いけど、んで田舎ではパクったもん勝ちやみたいな、なんかよく分かれへん論理があるねんな、これ。僕らも5年ぐらいおったら、人のもんでもかっぱらったもん勝ちやみたいな。京都はそういうとこあるんだな。みんな言うねん。京都の人をよく言う人っていないんじゃないかな。京都人をよく言う人っていないと思うんだよな。かっぱらった俺のもんやみたいな。で平気で嘘ついたりするのも京都人のそれやねん。京都人はあるで、柴犬もそうやもんな。柴犬もオス2回パクられてるからな。1回目は警察に取りに行ったけどやで。近くに学校があるぞ、士官学校時代を思い出すな。1回はかっぱられて警察まで取りに行ったけど、2回目はリード持って逃げてるやつおったからな。リード持って逃げてるやつおって、絶対ぶっ殺したるから思ったけど、まあ、ほんで柴犬だけ大阪に持って帰ったんや。2匹オスとメスやな。柴犬のオスとメスはもう大阪に連れて帰ってんけど、なんと連れて帰って飼うてるところで子供が生まれてよ、柴犬の柴犬の子供が生まれて、で結果柴犬子供生まれたせいで、その生まれたうちの1匹やな、柴犬の子供生まれたうちの1匹をや、大阪
こっちに田舎に連れてきて今あの訓練してんねやんか。訓練してんねんけど、あんまり犬って賢くないな。あのね、長く猫飼ってたせいで犬ってあんま賢くないなと思う時あんねん。犬あんま賢くないなと思うのが、あの首輪してんねんな。犬は、猫は首輪してないねんけど犬は首輪してんねやんか。んで首輪して、保健所的に言う牽引してんねやんか。ちゃんとあの渓流っていうのを紐でくくってんねやんか。あの柴犬言うてもあの人に噛みついたりしたら結構凶暴な犬やからな。でかいし、まあまあ中型犬ぐらいなんねんけど、あの柴犬はね首輪した上に渓流してんねんけど、渓流してんねんけど、ちょっと頭あんま賢くないのか、あのうろ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 した時に勝手に紐が巻きついて、勝手に紐が巻きついてね、キャン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 泣いてる時あんねん。アホちゃうかと思う時あんねんな。ちょっと大阪弁で申し訳ないけど、自分で絡まってやで、動きが取られへんようになってワンワンワンキャ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 ン泣く時があんねん。たまりなとかと思うねんけど、でリードやな、あの動く紐がね、動くように田舎の庭で動くようにね、紐が動くようにしたんや。あの物干し竿かなんかのところで紐が動くようにしてんけど、紐が動くようにしてんのにアホやからまた絡まって、またキャン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 泣いてんねん。なんかもうちょっと頭悪いんちゃうんかなと思う時あんねんか。ほんで家のな庭やったらね、まあまあ大きくなったから、リードを外して、リード外してね、放し飼いにしたら、ウサギ追いかけたりとかしようね、アホやから。ウサギ追いかけたりとか、袋ももんがやな、袋ももんがのカゴの上乗ったりすんねやんか、柴犬。ちょっとお父さんもあんま賢くなかった。柴犬のお父さんもあんまり賢くなかったんけど、ちょっとやっぱ子供頭の悪いお父さんの子供なんか知らないけど、ちょっと頭悪いなって。んで小さいうちに犬はね、僕も小さい頃、3歳ぐらいの時かな、3歳ぐらいからね小学校4年生ぐらいまで犬を飼うとったんやけど、その犬は賢かったんやけどな、頭痛いね。番犬になれへんねん、まずな。番犬になれへんねん。んで、予想外にね、どっかで紐で絡まったりとかして、キャン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 泣くねん、もう、年でほんまに。んで、動くようにしたら今度、モモンガエとか、ウサギにちょっかい出そうとするから、さらに紐で渓流しなあかんねんな、あれ。かといって散歩連れて行ったら、壮絶な田舎のとこで柴犬でも散歩でも連れて行ったらやで、柴犬散歩でも連れて行こうもんなら、もうそれこそね、何高い犬見せびらかしてんねんとか言われんねん、まだな、田舎は。何を高い犬見せびらかしとんねんとか言われて、もうなんやねんこいつらみたいな、人間の方に対してはね、番犬になれへんのよな。知らんやつ来たらわわわわ言うとかね、やったらわかるで。なんか人間の僕やな、僕しかおれへんねんけど、僕のなんか車の音、キャンピングカーが開く音とかで、離れとか、建物の中でなんかしてたら、もうキャン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 、もうアピールだけすごいっていうの、自分で絡まっといてやで。ほんでウッドデッキに置いてる、ウッドデッキに置いてあるもんとかみんなひっくり返せん、頭悪いなって。なんかごめんやで、
イメージだけな、イメージだけで言うたら、あのハイジやな、ハイジに出てくるあのヨーゼフとかハイジに出てくるヨーゼフとかフランダースの犬やな、フランダースの犬に出てくる犬みたいに、あのちょっとじーっとできひんのみたいな、じーっとできひんのみたいなところでね、今結構うるさいんやんか、特にまあ会社なんかでいうコンプライアンスじゃないけど、犬は小さいうちにしつけとかなあかんからって言って、小さい頃からしつけなあかんねんけど、どついたり叩いたりするのって今あかんねんでな、保健所的に保健所の偉いさんとも話したことあんねやんか。まあうちのおかんなんかやったら必ず言うねんけど、犬とか猫のこと畜生言うねんなうちのおかんの頃の年は畜生言うねんけど、畜生とかはね、やっぱりどついてしばいて、人間に服従させなあかんねんみたいな言い方をね、昭和一桁は言うねんって。昭和一桁くらいのやつは犬猫はね、しばいてね、言うこと聞かさなあかんねんって言うねんけど、もうほんまにしばいるだけ頭痛いわ。コミュニケーション不足なんかなとか思うときあんねんけどな。けどね、ご飯は近くに学校があるぞ、士官学校時代思い出すな。ご飯はね、うちはもう順番やねんか。ご飯っていうのは順番やねん。ご飯やるときは猫ね、言うたらまあまあ一番たくさんいてる猫で、モモンガは朝だけ寝てんねんけど、朝のうちにも夜のご飯やっとくんやんか。夜中テンション高いモモンガって捕まえられへんからな。で猫でモモンガ、そっから犬やねん、犬で、犬まで行ったらまあ、別の部屋で飼ってる、別の部屋にいてる、猫2匹やな、新米猫2匹にご飯やって、でその後僕自分のご飯食べてんねやんか。自分のご飯が一番最後やのにやで。犬がね、猫にご飯やってる時やな、一群猫にご飯やってる時にアホみたいにまたフン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 鳴くねん。またやるやんけってねこれやるやんけって思うねんけどな、フン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 言うねん。もうあれな、なんとかならんかな思うねんけどな、あれ頭悪いなってなあ。一番自由度が効いてるはずやねん。でけどね、犬にご飯やった後、ウサギにもご飯やっとかなあかんねん。ウサギ水とご飯とか野菜とか置いといたらあかんから、ウサギ用にちゃんとウサギのご飯と水と野菜とか置いてあげてんねんけど、ちょっと犬やな、犬があんま賢くないせいか、たまにね、ウサギのご飯食べてる時あんねん。頭悪いなってやって、なんかねすごいねストレスを感じる時があんねんけど、人間ってね、ストレスやな、人間はね、ごめん今変動したと思った。いや人間です、ね、あ、一生懸命僕もこれにいます。今すごい変な音だった、ごめんごめん、変な音だと思った、テレビついてもだ。人間は適度なストレスがあった方がね長生きするって言われてるね。人間でもそうやし、ペットもそうやね。過度の適度なストレスがあった方が、ストレスがあった方が長生きするって言われてるねんけど、もう犬だけはストレスやわほんま近くに学校があるぞ、士官学校時代を思い出すな。ほんまにたまになんかペットショップでもよく聞くねんけど、ペットが飼われへんって言って返したいっていう人がおるらしいね。犬猫
とかペットが飼われへんからって言って保健所に持ってくる人おんねんけど、なんかね、あの犬芝居にやねんけど、犬見たらね、あの犬見たらなんとなくわかんで、あの飼われへんって言って返す人の気持ちわかるもん。特にあの大阪とかやったら、大阪とかのこういう都会なところで、都会なところで犬なんかこう取ったら、あれふん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 鳴いてる音声とか、あのキャン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 自分で絡まっといてキャンキャン鳴いてんのって聞いたら、あのストレスほんまにたまんで、うん、あちなみにやけどね、柴犬のね、女の子、柴犬のね、女の子飼うてる人、柴犬の、柴の女の子やな、飼うてる人、柴の女の人、女の子飼うてる人、後輩したい人おったら、絶賛メール募集中やで。柴の女の子、柴の女の子、後輩やな、子供が見たいっていう人おったら、うちあの柴のオスやねん、柴のオスやねんけど、白の、後輩したい人、子供が見たい人おったら絶賛、あれやで、募集中やで。柴、うちは大阪行ったら柴のオスとメスがおんねや、柴のオスとメスで、こっちおんのはその子供の残りやねんな、子供の残りのオスだけ一匹こっちおんねんけど、後輩したい人、あ、ごめんごめん、こっちだ、これなん、ワイパーやってもんだな。絶賛募集中やで、芝の女の子こうてあって子供みたいなっていう人おったら、ただ否認とかしてたらもう終わりやけどな、うん、絶賛募集中やで。で、あとあれ、芝の女の、芝やな、芝犬が欲しい人、芝犬が欲しい人もね、絶賛募集中やで、今。子供が生まれたらね、声かけたるわ。柴犬。うん。それとあと、猫。主にスコティッシュ。主にスコティッシュやけど、立ち耳やな。耳が立ってるスコティッシュ。で、アメショーはちょっとさっきかな。昨日おとついぐらいかな。昨日おとついぐらいの2、3日はね、おデブちゃんですら、ミキネコスコティッシュのおデブちゃんですらね、盛りが来とったわ、初めて見たわ、おデブちゃんで。ああ、もうそんな年なんやって言って、そうやな、もう、去年の11月ぐらいに、11月か12月に来てるやろ、おデブちゃんは。やったら、そうやな、もう、盛りが来てもおかしくない頃やな、うん、と思って。で、うちにいてる猫やな、いてるやつはね、盛りが来た時はね、申し訳ないけど、別々の部屋に分けたから、今回出産はないんやんか。今回の盛りが来たやつは、子供が多分生まれへんねん、子供が。別々にしてたから。けどね、レッドタビーのアメショやな。レッドタビーのアメショが、今5ヶ月ぐらいなのかな。5ヶ月。で、おデブちゃんがだいたい8ヶ月から10ヶ月ぐらい。8ヶ月から10ヶ月ぐらいやから、次にもしね、盛りが来たら、レッドタビーのアメショと、おデブちゃんやな、スコティッシュで、1回だけ出産させようかなと思ってんねん。子供産んでもらって、で、また誰かにあげようかなと思ってんのよ。うん、うちのね、今もあれやねん、お父ちゃんアメショとか、お母ちゃんアメショとかもう年やからな。年齢的にも出産厳しいから。で、スコティッシュのお母ちゃんもそうやねんな。
スコティッシュのお母ちゃんも、出産があまりにね、子供を産むの好きやから、めちゃめちゃ子供が生まれるから、スコティッシュだけやな。うん、で、そうそう、アルビノのアメションも、はもう、アルビノのアメションはもう否認してんやんか。否認っていうか、強制してあるのかな。否認か強制してるから、アルビノのね、アメションはもう子供産めへんね。だからなんですけどね、もうあれやね、第2世代か第3世代ぐらいまでうちの猫がなってきたんで、もう僕も年齢的にも無理やろうと思っとってんやんか。出産はね諦めてんけどね、やっぱりねちょっといろいろあって、いろいろあったからで、いろいろあって、スコティッシュ長毛やけどスコティッシュで、あとあれ、アメショーやな、レッドタビーのアメショー、名前ちょっと今考えてんねんけど、レッドタビーのアメショーを買ってきて連れてきたんはね、レッドタビーのアメショー連れてきたんは、出産をちょっと考えてみようかなとちょっと思うことがあってんっていう言い方が当たってんねんけど、でレッドタビーのアメショーの子は多分生まれた子もレッドタビーの可能性が高いのかな、まだちょっと血統書が来てないから何とも言われんねんけど、おそらくお父さんお母さんもレッドタビーじゃないかな。うちのねアメショーはシルバータビー、白黒やねん、白黒のシルバータビーか、ブラウンタビーって言われるやつね、茶色と黒がほとんどやってん、全部ほとんどシルバータビーか、ブラウンタビーやってんけど、2回ぐらいアルビノって言われる染色体が染色体以上で色が極端に薄いアメショーが生まれたことが2回ぐらいやってんけどね、2回、そう、基本だからレッドタビーは生まれへん家系やねんけど、今回はおデブちゃんやな、ちょっと天然なおデブちゃんと、おデブちゃんと、レッドタビーの子供は見たいかな。でおデブちゃんが子供の面倒がおデブちゃんが見れるんやったら、おデブちゃんが子供の面倒が見れるんやったら、まあうちにいてるうちにいてるあれや、スコティッシュの中でも悪いことするやつやな悪いことするやつが悪いことすんねんけど、ね、すっごい男前やねん、アルビノじゃない、スコティッシュやねんけど、悪いことするやつやねんけどね、すごくね、あれやね、男前やね、素晴らしいぐらい男前やで、で、あとスコティッシュやねんけど、スコティッシュやねんけどアメショーにしか見えへん子がスコティッシュやねんけどね、もうほんまにアメショーにしか見えへん子が2匹ほどおんねん、その子はね、ブラウンタビーやね、茶色と黒やねんけど、茶色がね普通の焦げ茶色じゃなくってね、まあまあ綺麗な茶色やね、薄いね色が、ね、それは2匹おんねん、オスで、顔がね激似やねんって、その2匹が兄弟なんやけどな、激似で、アメショーの顔じゃないねやんか、アメショーのオスの顔じゃないねんけど、茶色がねすっごい綺麗な茶色やねん、すごく綺麗茶色で、その子はね子供みたいなと思うねん、やっぱりああいうのって血統書っていうのがあって、遺伝情報やねんな、要は子孫残さなあかんから、やねんけど、
その悪いやつと悪いことするやつとね、あの茶色のね、あのブラウン の, あのスコティッシュはね、あのちょっと子供みたいかなって、うん、この年になってからちょっと思ったりするのよな。で特にね、特にね、あのなんや、特にね、60歳過ぎた人これちょっと限定やねんけど、60歳過ぎた人ね、60過ぎたらペットショップでもう動物売ってくれへんからね、60過ぎたら売ってくれへんから、ペットショップで動物売ってくれへんからね、もうあの飼い主の方が早く死ぬ可能性が高いからやねんけど、それと、まあまあ一人暮らしの人こう限定で、一人暮らしの人とあれやなはちょっとあのあれやで、欲しいっていう人、絶賛募集中です。はい、ということで。